はい、皆さん、こんにちは。今日はですね、質問に答えるコーナーにしようかなと思ってます。っていうのはね、前回、最近ですけどね、劇場震災、僕結構弾いたんですね。オーブが300個ぐらい使ったかなと。60連したから300個っていうことですね。なんで、こんな質問がね、届きました。どうやったらオーブ300個も溜まるんですかっていうね。いい質問ですよね。そういうことにちょっと答えていこうかなと、今日はね、思います。はい。オーブ300個溜めるのはやっぱそう簡単ではないんでね。はい。オーブ溜まりすぎて、最終的に今どういう感じになったかってコメントでね、絶対課金したろうっていうね。そういう風にも見えてしまうというね。証拠を見せろとかね。そういうことを言ってくる人も現れるぐらい、やっぱそのオーブを、300個もね、集めるっていうのはやっぱちょっと難しいことなんですね。非常に。なんで、どうやったら実際ね、オーブが、こんなレベルでね、溜まっていくのかっていうのを、普通に、ありきたりなことしか言わないですよ。ありきたりなことしか言わないけど、そういう感じで集めれば、300個はね、なんだかんだ、時間をかければ、到達するんだなっていう。そういうのを、あれですよね。感じてほしいですよね。はい。ということで、どうやって、オーブを、集めるかという話ですね。当たり前だけど、一つは、我慢すること。これ。我慢すること。でもさすがにね、それだけじゃね、それが難しいんですよっていう話なわけじゃない。だから、どうするかっていうことね。まず忘れちゃいけないこと。一応今の状況を見せとこうか。これね。まさかさ、証拠見せろとか言われると思ってなかったからさ、そんなちょっともう頭になかったけど、現状もこれですよね。現状で、この前300個使って、もう57個あります。はい。それぐらいはいくよね。普通に配られてるやつとか。だからそのみんなが取れるやつ以上に僕が取ってるわけじゃないから、あれだよ。みんなもそれぐらいは集まってるっていうことですからね。逆に言えば。それは多分ちょいちょい使ったりとかしてるから、そうなってるのか、取り逃してるのか、何なのか、ちょっと僕にもわかんないですけど。じゃあ取り逃さないようにするために。一つ、これですね。今週のミッション。で、今週のミッションはね、結構熱いんだよ、これ。で、例えば、今週のミッションもすでに5個もらえるわけね、これ。2と3で5個ね。なんで、ミッションは確実に達成しよう。これガチャ1回分だから、いわば。これもう5個だから。で、イベクエ、とはいえですよと。ババゾノさん、ね、イベクエ30回はちょっと多くないですかと。のん。これね、知ってると思うけど、知ってる人は知ってると思うけど、例えばだけど、ここに、消費減少ね、スタミナ減少の、ケビーシありますと。ケビーシ中級、スタミナ12で、これ1回分カウントされますからね。だから、いや、降臨とか結構スタミナ多いじゃないですかと。大丈夫。12でいいから。ね。だから、その、消費スタミナが減ってるやつ、どうしても足りない。なんとなくやってりゃ1週間あれやね。30回ぐらい、行くと思うのよ。でも、どうしてもちょっと足りないと。ただ、それね、足りない回数だけね、オーブ割って、スタミナ回復して、それをやるのはちょっとどうでしょうっていう人は、こういうテクを使ってください。12。一回12。そんな、ノーマークエとか回って、またね、回復したりとかすれば、すぐになるでしょ。12ぐらいは。使えるでしょ。これでちょっと足りない分とか補うみたいなこととかね、
あとはね、これ、曜日クエ3回クリアせよ。これ、スタミナ0あるから。スタミナ0クエでいけばいい。それは別にスタミナ消費しないから。ね。この水の進化を求めてとか。亀クエもそう。水曜日より亀の子とかやればいいから。うん。なんで、そんなにこのミッションについてはスタミナは消費しません。うん。なんで、結構簡単に手に入る部分。で、あとはね、まあ、これも今、イベントによるんだけど、こういうオーブ。難易度全部クリアしたらもらえるオーブ。これもいけるやつは取った方がいい。で、特にコラボイベントの時とかは、この1個のクエストでもらえるオーブが多かったりするから、大きめのイベントとかね。そういうのは取っといた方がいいかなと思います。こういうのコツコツね。僕でもね、それは意外とやってない。うん、全難易度クリアしてるやつって意外とないから、そこまでなんか張り、なんかそのね、ガンガン集めなきゃいけないっていう気分でもないんだけど、でもコラボの時だけはやっといた方が、もう来ないからね、多分ほとんど。なんでやっといた方がいいんじゃないかなと、思いますけどね。はい。あとはね、あ、ちなみにこのシャツは、これ、僕が寝巻きとして着てるやつで、去年のモンスト24時間放送のね、シャツですね。これすごい柔らかいの、生地がね。よく、ね、着てますけどね。あとはね、あ、じゃあ、あ、そうだそうだ。これミッションまだあるわ。スペシャルミッションのね、スペシャル。これもね、僕まだ貯金、オーブ貯金残ってますよね。まあ、こんな感じで、まあ、まだ、なんていうの、開けてないオーブというのかな。もう受け取ってないオーブみたいなのも結構あるんですけど。ね、この中で、アンケートとかたまにあるんですよ。で、結構ね、たまにこういうとこ見といた方がいい。たまにそのもらえるやつあるから。なんか割と簡単に達成できてもらえるやつあるんで、これもちょいちょい見といた方がいいかなとは、まあ思いますよね。うん、取り逃しないようにね。はい。で、まあ、もう一つ、まあ、言うとするならばですよ。やっぱね、貯めるには、効かない、っていうか、オーブ使わないことなんですね。オーブ使わないこと。うん。まあ、それがもう一番。だから、ガチャを引かないこと。いや、だからさ、いや、わからんけど、みんななんで逆にそんなオーブないのって思う。その、オーブないですって言ってる人はね、多分使ってんでしょ。ちょいちょい単発とか引いてるでしょ。僕引かないから単発とか。絶対に。あれだよ。ね、ニコ生とかで、番組のね、最後に、今日は、最後にね、僕たち3人の中の1人が引いて、なんかモヤモヤとかしたね、結果によってはモヤモヤとした感じで番組が終わりますみたいなコーナーあるけど、そこで、ね、ちょっとまあ、引く時とかもたまーにあるけど、ほとんど引かない、僕はシングルは。うん。なんで、そのやっぱ引き方っていうのも結構ね、コツがいるんじゃないかなと思ってますよ、僕はね。で、例えば、今やってるね、暗黒幻想図書館。まあ、こういうイベントあるじゃないですか。まあ、3体追加されました、みたいな。まあ、割とよくある、普通の、なんて、イベント。僕はね、こういうガチャは、一切引きません。一切引きません。っていうかもうね、僕の中ではないものと考えてるのね。こういうガチャは、僕の中では存在しないものと考えてるのね。うん。だから、こういう時にシングル引いたりとか、まあ、例えばこういうガチャで10連することは僕は絶対にないです。うん。っていうのは、これで出現率がアップしてるのって、この3体だけなのね。アンデルセン、シェイクスピア、ダンテ。この3体が絶対欲しいっていう人は、ここで引いた方がいいと思う。じゃないと、後々、他のやつとかの出現率が上がってる時に引いたら、こいつらだけを狙ってる人は引きづらいから。だからそういう人はこの機会で引いた方がいいと思うけど、僕は、そういうことはめったにないんで、引きません。うん。それよりも、まあ、結構いろいろな
モンスターが出てくるよっていう、限定のやつとか出るよっていう、まあ獣神祭よね、基本的には超獣神祭、激獣神祭、そういう時にしか僕は弾きません。うん、なんでそういう風にやっていけば、なんかそのまあ割と揃ってくるとは思うんですね。うん、で僕はあとはね、コラボのガチャは結構僕引くのよ。うん、まあ10連ぐらい20連ぐらいするのかな。うん、っていうのはコラボってやっぱ復刻するかどうか分かんないから、その時に引いとかないと引けないやつとかってたまにいたりするんですね。まあたまにいたりするっていうか、まあ大体そうなんだけど、うん、なんであ、ちょっとこれどうしてもこれ欲しいっていう時はもう引きますね。そうじゃない普通のイベントは僕はもう存在しないイベントだと思ってる。うん。そう。だからそういう時は我慢したらいいんじゃないかなって。後々引く、だからそのいろんなのをね、引けるって考えたら、まあ、その時我慢するぐらいは別にいいんじゃないかなって、うん、思いますけどね。あと水の遊園とかも引かない。超獣神祭と激獣神祭だけ、うん、にかける全てを。でそこで多分ね、やっぱしかも例えばね、10連とかってやっぱあんまり期待できない感覚的に。20回引けばまあなんかいいの出るんじゃないかみたいな希望はある。だから100個ぐらい貯めてから引いた方が、10連ってもうワンチャン、もうワンモアってできないじゃん。もうワンモーチャンスくださいっていうのは、そのちょうど50個とかだと。だから引くならいっぱい貯めてた時に引いた方がいいと思う。僕はそう思いますね。うん、だから60連ぐらいすればさ、さすがになんかすごいの出るやろっていう気持ちになってくるじゃん。なんか気持ちの持ちようとしてね、まだ30連でなんかちょっといまいちやったけど、そのあと30連あるって考えたら、まあなんかちょっと気持ち楽になるじゃん。うん、なんかそういう感覚が結構大事なのかなと思いますよね。うん、金玉が確定じゃないっていうシングルは僕やっぱ絶対弾きたくないもん。それはやっぱね、そのリスクは犯せないから基本は10連ですね。だから僕はシングルを弾いた回数って多分10連弾いた回数より少ないのね、おそらく。うん、それぐらい僕はシングルを嫌がってるっていうことですね。うん、だからあ、たまった10個たまった2回弾けるじゃなくて、もう50個狙うこと、これ結構大事だなと思いますね。うん、っていうのが多分一番でかいとこじゃないかな。うん、多分だからもう最後我慢なんだよ。最初の話戻るけど、だからその取り逃しのないようにある程度取っていって、もう最後がその溜まった瞬間引くっていうのはちょっとやめた方がいいですよ。うん、で、あの、まあ大体のね、あのやっぱその、いやオーブ溜まらないですっていうみんなは、やっぱ小学生とか中学生とかぐらいだと思うのね。うん、だって大人はやっぱみんなもうなんならね、別に iTunes カードとか買えるわけじゃん。 Google のさ、あれとかさ、買おうと思えば買えるじゃん。でも買おうと思っても買えないみんなは、ぜひ今日の僕の話をね、信じて貯めてほしい。うん、そうすれば多分だけど、そのシングルとかで弾いてるよりはなんだかんだいい感じに揃うと思う。うん、だからまず自分を制して、自分をの心を落ち着けて、自分を制して貯めて、うん、100個ぐらい貯まる、貯まってから引こう。そしたら多分いいの出るから、多分ね、うん、っていう感じかな。うん、まあ、なんで決して、あ、まあちなみにだけど、アントリーはあのモンストグランプリで、なんか予想するやつあったじゃん。優勝チームを予想しようっていう。あれで僕は、今池カビドンズさんに、ね、あの、投票して、投票とか、その、投票してて、ね、それが当たったということなんでね。はい。あの時ちゃんとね、今池カビドンズさんのチームのね、
あのこうキャッチフレーズみたいなところにはね、ババゾノさんに恥は欠かせないってね、あの書いていただいてたんでね、本当ありがとうございます。あの50個がなければ僕はあのフィーバーしてたとかは言えなかったと思うんで最後のね最後の10連はマジで本当にありがとうございます。でもそういうのもあるからね、だから最後に、最後にというか、まあいっぱい一気に弾けば弾ければ弾けるほどそういう風に収束していくっていう側面もあるから、うん、なんでそういうところじゃないですかね。はい、なんで、ぜひね、どうやったらオーブ300個もたまるんですかと聞いてくださった英語のみんなは、そういうところで、貯めてみてください。はい、僕もまた貯め直します。しばらくしかねえなあんだけだちょっとめっちゃ引いたから、もうしばらくは引かなくても僕はもうお腹いっぱいですから。うん、であとね、これまあ一番でっかいとこなんだけど、基本的に僕別に欲しいモンスターないのねラファエルとか別だよ、けど僕別に欲しいモンスターとかないのね。うん、っていうのはまあ大体もう降臨モンスターでなんとかしようっていう気持ちになってるから、別にガチャのモンスターじゃなくても、まあ、頑張りゃなんとかなるっていう思ってるから、別にあの花から別に激しく欲しくはないのね。あったら楽になるからそれは嬉しいしね、使ったことないモンスターが楽しいんだけど、基本的に別にガチャのモンスターじゃないとやばいとは思ってない、うん、だからそんなにあの別に それだからリアクション薄いとかそういう話じゃないよ花から別にそんなにさ激しく僕リアクションする人でもないからさ、まあ、そんなもんなんだけど、なんていうのかな、ある程度割り切って考えるってことも大事ですよ、うん、だからさっきガチャはないものと考えるって言ったけど、本当にそう思ってるから、そのモンスターは僕の中で存在しないことにしてるのね。その新しいガチャで追加されたモンスターは手に入らないってことはもう存在しないっていうのと一緒だからそういうふうに割り切って考えることも大事ですということですね。はい、いや、引けないんじゃなくて、もう引かないって決めてんだから、じゃあ手に入んないじゃんっていう、その宝くじ買わなかったら当たんないよねっていうのと一緒だから、そういうふうに考えることも大事ですよ、と。ね、僕は思います。はい。ということでいかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもね、ぜひ皆さんの溜まった、これを見て溜まったオーブでね、いいモンスターが出ることを僕はね、祈っておりますので、ね、いいの出ますように。はい。ということで、またでは次回、まあ、今度ね、思い切り弾く日はいつか分かんないけど、また貯めて弾きますので、そちらもお楽しみにということですね。はい、それでは次回、あ、そうだ、せっかくだから僕のちょっと無課金の話もちょこっとだけ最後にしとこう。僕はね、最近のルールは仮に手に入れたとしても、自分でクリアする、一人でクリアするまでは僕はそのモンスターを使わないっていうルールを決めてるんですね。だから最近アバロン倒したけど、そのアバロン倒すまで僕はアバロンを使ってないんですね。イベントとかの時は別だよ。B4 でなんかチャレンジとか言う時はさ、そのやっぱ、ね、変なモンスター連れていけないからさ、ちゃんと勝たなきゃいけないシーンだってあるわけじゃん。そういう時は僕は使おうと思ってんだけど、そうじゃない限りは僕は自分で一回クリアしてない、一回もねクリアしてない、一人でクリアしてないモンスターは使いませんっていうルールが一つ。あともう一つなんだけど、ちょっとねこれね割と勘違いされるんだけど、まあ、例えば降臨とか、まあ、爆絶とか超絶とか行くとするじゃない。で、例えばだけどアバロンで、まあヤマトタケル2のとかの方が安定しますよっていうのは、それは僕も分かってるんですね。分かってんだけど、僕はやっぱいろんなモンスターを使ってクリアしたいんですね、うん、だから基本的に同じモンスターを2体以上は入れないのね、うん、
例えばそのなんだろうな、まあリリース山竹山竹みたいな構成には僕はしたくないんですね。うん、なんで、ばらけてるっていうことなんですね。うん、まあ実はなんかそのよっぽどその3体全部それでいくとかっていうなんかコンセプトがない限りは基本的にはばらけるようにいろんなモンスターが入ったパーティーになるように、僕は挑戦してます。はい、これだからあんまり言ったことなかったからなんで入れないのかなって思う人いたかもしれないけど実はそういう考えがあるんですね。はい、まあ別にこれはまあ僕の中でのセンスの問題なんで別にさ山竹3とかさ2とかさ入れてもさ、まあ、別にその構成自体で別に難しいことじゃないと思うんですね。うん、まあなんで、まあ、そういう隠れた別に隠してたわけじゃないけど言ってなかったかもしれないけどそういうのも実はあります。はい、まあなんで、まあ、そういうのも楽しんでもらえればなと思ってますね。はい、ということで、またでは次回お会いいたしましょう。バイバイ。